どうもカゲヤンです。今日はですね、自分のために生きればいいということについてお話しさせていただきたいと思います。よくね、こう他人のためにこう何かをしようとか、他人のために役他人の役に立つことをしようとかね、こういろいろこの他人のためにその自分の目標夢や目標をこう達成するようにしようという風に 考えるのはいいような感じでこうね、えー、いうことがあると思うんですけども、えー、そんなことはなくてですね、えー、自分のために生きればいいんですね自分の夢や目標を達成するために自分のために行動を起こせばいいとそれが結果的に他人のためになっているということになるんですね。えーまあ、例えばで言いますとでで、ねえーまあ、で言言いいままますすすすすとととととねねね生物物か植のこ地球上にあります、ね、花ミツバ の関係で,す、ね、で花とミツバチの関係花っていうのはそのミツバチを。 こう引き寄せて蜜甘い蜜を出して引き寄せてその花粉が蜂について蜜蜂についてそれをほか、えー、の、ね、子孫を残すために、えー、広げていく形をとりますよね。で、えー、花っていうのは蜜蜂のために甘い蜜を、えー、出してるんではなくてですね自分の子孫を残すために、えー、甘い蜜を作ってるんですね。で 一方です一方とかもうその蜜チの方もですね、えー、っとその花をねの子孫をこう増やすためいろんなところに増やすために、えー、蜜を吸いに行ってるんではなくてですね自分が蜜を吸いたいから、えー、蜜を吸いに行ってる結果的に花も増えていくとでお互いがこう相互関係でですね、あのー お互いのためになっている自分のためをすること自分のためになることをすることによってお互いのためになっているということですね。でこういうことが人間界でも言えるとだから自分の夢や目標まあ夢や目標をうとちょっとあれですけども例えばその自分が商売を僕でも商売してますけど商売でお金を稼ぎたい稼ぎたいから何々をするっていう行動でいいんですよね。 でそれが結局稼ぎたいと思って何か努力していろいろやったことが、えー、お客さんを呼んでですねお客さんがそれで喜んでお金を払ってくれるっていうことは、えー、僕自身はその結果的にそのお客さんのためになることをやるんですけどもその自分の売り上げを上げるというそこだけじゃないですけどももっとそのいろんなこう思いがあったとあったあるんですけどもその 自分のためにやるっていうその行動の起こし方でいいっていうことですねそうすることによってお客さんはそのサービスを受けたいから受けに来られるんでその結局そのお客さんのためになってるっていうことになるんですねだからその何て言うんですかね無理やりその他人のためにこう頑張るような、えー、気持ちでやるんじゃなくてですね自分のためにやるっていうことで全然 OK っていうことですね自分のことをやってればいいんですよ。 で他人のためになって自分のためになってでお互いはいい感じになるということでこうやっていくということですねだから自分のゆその夢や目標っていうのはその周りの協力があってなるんですけどその協力っていうのはその人らはそれを得たいがために、えー、集まるという形になるんですねだからその他人のために生きるっていうことじゃなくて自分のために生きるということでいいんじゃないかなというふうに思いますということで今日は えー、自分のために生きればいいということについてお話しさせていただきましたでは今日もよッしャーでいきましょうどうもありがとうございます